ボートレース江戸川の G1 ダイヤモンドカップ、後半は逃げが決まらずイン受難の流れで、初日の戦いはメインカード12レースドリームレーサー賞を迎えています。なお引き続き安定版を使用しての競争です。対戦メンバーです。1号艇福岡瓜生正義、2号艇大阪石野貴之、3号艇東京浜野谷健吾、4号艇大阪湯川浩二、5号艇広島市川哲也、6号艇群馬秋山直之、以上6選手です。陰線1号艇の瓜生、当地終年では連続優出中、昨年は優勝戦2着でしたがリベンジ果たしますか。2コース2号艇の石野、江戸川2年半ぶりと久々ですが、前回は準パーフェクト V の活躍でした。3コース3号艇の浜野谷、前走地下関では今年2度目の優勝を飾っての参戦。4コースから4号艇の湯川、全県タイムはトップタイです。5コース5号艇の市川、今年から名人戦世代ですが速攻力は衰え知らず。そして6コースに6号艇の秋山、エースモーター18号機を手に大きな注目を集めています。スタートまでは10秒切ります。12レースドリームレーサー賞、進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇の瓜生ですが、これはスタート踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。1号艇の瓜生正義、フライング変換欠場でございます。1号艇の瓜生正義はフライング変換欠場でございます。1番の組に関する投票券すべて返還となりますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。後艇による競争です。方面と折り返しまして先頭争いはアウトコース4号艇の湯川、インコースから5号艇の市川が並んでいます。2点進行方に2号艇の石野が追走、2周の1マークです。トップ争いは内から5号艇の市川が先取っていく。内を狙って差しハンドルが4号艇の湯川でバックストレッチ、湯川の差しが届いていまして先頭争い続いています。内が4号艇の湯川、アウトコースに5号艇の市川、さらには内から定冠詰めてくるのは2号艇の石野貴之、レースは2周の2マークです。トップ争いは4号艇の湯川が先取っていく。2号艇石野を回して差しハンドルが5号艇の市川で方面と折り返しています。先頭は4号艇の湯川浩二、時計前リードは2点進です。2番手争いが焦点となりました。インコース5号艇の市川、アウトコースに2号艇の石野ですが、5号艇の市川わずかに優勢か。3周の1マーク、内に切り返して2号艇の石野、外を握っていく5号艇の市川、内側からは6号艇の秋山で最後のバックストレッチです。2番手争いは5号艇の市川優勢、3艇進後方に2号艇の石野が追走しています。上位の隊形は4番、5番、2番で最終コーナーです。トップで4号艇の湯川が旋回、2番手は内側から2号艇の石野、外を握った5号艇の市川で方面取り返しています。再度2番手接戦か、間もなくゴールを迎えます。先頭4番の湯川合輪、5番の市川合輪、2番の石野、6番秋山、3番浜野谷合輪です。なお1号艇瓜生正義はフライング変換欠場でございます。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。